こんにちは、新代理メンバーの鈴です。ひねやまです。今日はですね、就職すれば年収も成長も自分の成長も見込める伸びる業界と、逆にその就職しちゃうと将来ちょっと不安だなっていうような伸びない業界について、土井さんに解説していただきます。で、最後にその具体的な企業名をリストアップしたものを土井さんからプレゼントしていただけるので、そのプレゼントの詳細は概要欄からぜひチェックしてみてください。ということで、土井さんよろしくお願いします。就活の支援は学生時代からやっていて、外就活ドットコムや、ワンキャリアさんでサポートをさせていただいてきました。確実内定という本を出しているので、よければご覧ください。ありがとうございます。まずなんですけれども、伸びる業界に入るメリットは大きい仕事ができやすいということです。伸びる業界っていうのは社内で人が足りなくなりがちなので、どんどんですね、新卒にもいろんな仕事チャレンジができる可能性が増えてきます。続けてですね、給料が上がりやすいというところがあります。転職する場合でも給料って前職の給料で決まるんですよ。へー。なので1社目の給料高いところに行っとくと2社目も給料が高くなる。伸びない業界に行ってしまうデメリットとしては、小さいクライアントが増えます。ルーティンワークでこなせて定時に帰れるっていういいところがあるかもしれませんが、どうしても履歴書に書けることが少なくなってしまうので、転職とかでは厳しくなっちゃうかな。で、続けて給料はどうしても据え置きまたは下がっていくという面が挙げられます。今はですね、高年収と言われている業界でも、これからですね、伸びない業界に行ってしまうと、あるいは縮小する業界に行ってしまうと、そこにお金を払う人が減っていくわけですから、必然的にお給料はちょっと下がりつつあるかなと思います。じゃあまずちょっと伸びない業界避けたいところがあるので、伸びない業界の特徴を教えてください。一つ目の特徴は、需要が安定しているか減っている業界は伸びません。例えばお酒です。少子高齢化は皆さん知ってますよね、当然。はい。で、おじいちゃんおばあちゃんになるとお酒が飲めなくなりますよね。へー、そうなんだ。というわけで、お酒の市場の縮小っていうのは、おそらくお亡くなりになるよりも早く来る。これが、一つ目の、需要が安定している、または減っていくことがもう確定している業界です。うん。で、続けて、需要に対してやってる会社や人が多すぎる業界です。この代表例が介護です。介護の業界は成長してます。なぜなら、少子高齢化だからです。でも介護の給料が今のところそんなには増えてないと思います。理由は、介護をなさる方がいっぱいいらっしゃるから。介護ってまだ足りてないみたいな。現在は介護の人が足りなくても国が助成を出したりとか、なんだかんだで回してしまっているので給料が上がらないんですね。他になんか需要に対して競合が多い業界とかってあったりするんですか？コピー機です。コピー機、コピー機。今ってペーパーレス化が進んでいて、はい、あんまり印刷もしなくなってますし、さらに言えばオフィス辞めたリモートにしようって会社も増えてきましたね。でなると、どんどんコピー機のビジネスモデルってのは成り立たなくなってきています。じゃあ結構リモート化とかで消えていくもの、紙とかそういったものの業界はピンチだったなって感じなんですね。出版とかってどうなんですか？確かに出版は漫画がないところは縮小しています。あー、ありがとうございます。逆にここに就職するといいよっていう伸びる業界の特徴とか具体で教えていただいてもいいですか？先ほどの反転になります。はい。需要がめちゃくちゃ増えていて、かつ需要に対して応えられる会社の数が少ないところに行くと、そこの会社ではやりがいがあったり給料が上がると思います。どういう業界が具体的に挙げられますか？はい、まず冷凍食品。へー。冷凍食品のですね、市場が大きくなっている背景には2つあって、はい、1つはコロナ禍で皆さんが家に引きこもったので、外食の代わりに冷凍食品でご飯を食べるようになりました。それからもう一つは共働きの増加です。共働き家庭って全結婚している世帯の3分の2まで増えたんですね。そうなると共働き家庭で全部一から作ってっていうのはちょっと回しきれないということもあって、冷凍食品の人気がずっと上がり続けています。もう一つの例が、パワー半導体という半導体。パワー半導体。で、パワー半導体っていうのは普通の半導体とちょっと違っていて、家電や電気自動車なんかの制御に使われています。家電も今ですね、例えば大きい冷蔵庫の需要が上がってるとか、アレクサみたいに、はい、全家電を制御するシステムみたいなものが求められてたりとか、
かするので、そこで半導体の需要がどんどん上がっていってます。で、供給できる会社がとても限られているので、うん、そこの市場価値はどんどん上がっていくというわけです。就活やってるとコンサルとか SaaS とかそういった業界が結構伸びてるよっていう話を聞くんですけど、はい、それってどうなんですかね。コンサルも SaaS も現時点で伸びているのは事実だと思います、うん、なんでこれまで伸びてきたかっていうと、ようやく日本にですね DX も慣れてきて、うん、事業を効率化しなきゃいけないとか、うん、ペーパーレス化しなきゃいけないとか、そういったところでコンサルのサポートがどうしても必要になってきた、はい、その波に乗って今大変需要が増えてると思います。一方でそれを提供できる企業や社員の数がどんどん増えてもいるので、うん、今後必ず成長し続けるかというと、まあ、今後ですね頭打ちになるリスクも就活という観点ではあると思います、うん、逆に、今補足させていただくと、はい、たとえですねその市場が伸びていなくても提供できる会社や社員の数がものすごく少なければ、うん、そこでは、非常に大きい仕事ができる可能性や給料が高い可能性もあります。ありがとうございます。でこの伸びる今の業界とかで、ね、伸びない業界の特徴を挙げていただいたんですけど、具体的な企業名みたいなところはリストアップして鳥さんがまとめてくださってるのをプレゼントするので、ぜひ概要欄から見てみてください。今問いさんから教えてもらったから大体なんか業界名具体的に分かったんですけど、これ自分で見抜く方法ってあるんですか。就活生が真面目なパターンで見抜くんだったら投資を始めた方がいいです。あぜひですねご自身が株の勉強をしていただいて投資する業界を見てもらえれば、うん、必然的にそこに対する視野が必ず広がるはずです、うん、最大のパターンとしては投資してる人を観察すればいいです。へネット上には投資している人がたくさんいて、うん、SNS でたくすぐ見つけられます。見ていただいて、あ、今みんなこういうところに投資してるからってことはここみんな伸びるって思ってるなと、うん、いうふうに、見ていただければと思います。それからもう一つの、まあ、手抜きパターンとしては、ちゃんとニュースを追うことですね、はい、単純に Google で成長市場って検索するだけでもたくさん出てきます。でここでのポイントは普通の検索じゃなくって、 Google って検索のタブの下にちっちゃいサブカテゴリーありますよね、はい、ニュースで調べてください。ありがとうございます。ただ注意点としては、はい、10年後20年後の市場予測できる人はいません。なので市場予測っていうのはあくまで、まあ、3年5年ぐらいが限界だっていうところを踏まえて予測を立ててください。したがってですね3年後5年後には転職してるかもなっていう気持ちで、その5年後ぐらいまでに最大の実績を自分が残すために何ができるかっていうことで新卒のキャリアを考えてほしいと思います。はい、ということで今日は伸びる業界と伸びない業界についてトイさんに聞いていきました。その具体的な企業名をトイさんがリストアップしてくださったものをプレゼントするので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。ということでトイさん本日もありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。